第5代カーナーボン伯爵ジョージ・エドワード・スタンホープ、モリニューハーバートは、イギリスの貴族、考古学者、政治家。古代エジプトのファラオツ・タンカーメンの応募発掘の資金、提供者として知られる。日本では、カーナーボン教の名で紹介され、広く知られている。1890年までは、ポーチスター教の儀礼称号を使用した。 1866年7月26日に第4代、カーナーボン伯爵ヘンリー・ハーバートの長男として、一族の居城である、ハンプシャー州のハイクレアカースルで生まれた。生誕時より、カーナーボン伯爵家の着難の儀礼称号、ポーチェスター教の儀礼称号を持っていた。1875年に母、エベリンが死去し、父方のおばが、母親代わりを務めた。 イートン校を経て、1885年に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。学生時代に父カーナーボン教が、イタリアポルトフィーノに別荘を買ったため、ポーチェスター教もそこでヨットを購入した。1887年に大学を卒業すると、ヨットで、世界巡行を行った。この会場で過ごした、数ヶ月の間に暇な時日本を読む習慣がつき、 とりわけ歴史に興味を持つようになったという。ヨット世界巡行が終わった後も、世界各地を旅行し、南アフリカ、オーストラリア、日本などを訪問した。そんな中の1890年に、父が死去し、23歳にして、第5代カーナー・ボン伯爵位を継承し、貴族院議員に列した。爵位を継いだ後も、世界各地の旅行を続け、フランスやトルコ、イタリア、 ドイツ、アメリカ、南米などを歴訪した。1895年には、アルフレッド・ドロス・チャイルドの娘と言われ、アルフレッドから巨額の金銭支援を受けているアルミナ・オム・ウェルと結婚した。以降、カーナーボン・卿も金回りが良くなった。資産家として突出していた、カーナーボン・卿は、はじめは競争場の所有者として有名であった。1902年には、 サラブレッド繁殖場であるハイクレアスタットを創設した。また、カーナボンハク家とバークシャー州のニューバリー競馬場の関係は1905年に彼が新しい役員の一人に任命されて以来絶え間なく続いている。ちなみに彼の孫にあたる第7代カーナボンハクヘンリー・ハーバートは1969年から亡くなるまで エリザベス2世のレーシングマネージャーを務めており、ジョーの最も親しい友人の一人であった。また今日は自動車の黎明期において、向こう水な自動車乗りとしても有名だった。今日自身は慎重な自動車運転者だと思っていたようだが、当時のオートカル氏には彼の車が時速20マイル以上の光のごときスピードで道行く人々や自転車を追い越していく様子が、 伝えられている。しかし、1901年にドイツで重度の障害を残すほどの深刻な自動車事故に遭ってしまった。1903年に初めてエジプトを訪れたのも、事故以来徐々に弱っていく体が、冬場の英国の湿潤な気候と厳しい冷気に耐えられないためであった。そして今日は熱狂的なアマチュアのエジプト考古学者であった。 エジプト考古学に手をつけたのは、そもそもカイロでの陶器西洋の大屈を紛らわせるためであった。カイロ入りからほどなくして、エジプト総領寺である初代クローマーハクイ,イブリン、ベアリングの要請に基づき、シェーフアブデルクルナでの発掘調査のために一路、ルクソールへ向かうである。結局この発掘は棺に収められた猫のミイラを一体、掘り出したのみに終わったが、今日は、 この経験から正しい知識と技術を持つ専門家の必要性を痛感した。そこでクローマー教に相談を持ちかけ紹介されたのが当時若手の考古学者ハワード・カーターであった。1907年からカーターによる発掘調査の経済的、政治的スポンサーになった。ルクソール西岩や東岩、テルエルバラムンのデルタ地帯での発掘で 数々の実績を重ねてきた。王家の谷では1915年から発掘を開始し、第一次世界大戦による中断を挟みつつ、1917年からツタンカーメン王の墳墓に的を絞って、発掘を再開した。しかし、王家の谷はすでに洞窟され尽くしていると、信じられていたこともあり、この時には、多くの有志家が痺れを切らして、援助を打ち切っていた。 そのため、最後の2年間の資金は、カーナボン白爵家の財産から取り崩していた。ある日とうとう、今日はカーターを、ハイクレア城に召喚し、発掘計画の中止を告げた。しかし逆にカーターは、成功した暁には発掘者の名誉を、すべてカーナボン京に返すことと引き換えに、今日の個人資金を元手に1シーズンのみの、公園延長を提案し、 今日はこの案を飲んだ。そして1922年11月初め、カーターは、医師団とその先に蓋をされ封印された入り口を発見した。同月末、知らせを受けた今日は、娘のイーブリンを伴って、エジプト入り医師、カーターと共に、ツタンカーメン王の墳墓を開き、広告学士上無比の財宝を白日の下に晒した。それから約5ヶ月後、 カーナボン京がカイロのコンティネンタルサボイホテルで死亡しているのが発見された。この急死はスタンカーメンの呪い、ミイラの呪いという脚色がつけられて、まるで真実のように巷にたちまち広がった。曰く京が運ばれたカイロの病院で午前1時55分、光が現れ、暗闇の中の人々に飛び込んだ。すぐに同時刻の自宅では、 今日の飼い犬が大きな遠吠えをあげて死んだ。今日が遺体で発見されたホテルの部屋は、以来誰も使用していないとう。実際は、死の約1ヶ月前の1923年2月末、今日は、アスワンで数日間の静養をとっている。その際に蚊に刺された方のハレコンを、後日の髭剃りの時にうっかり傷つけてしまった。傷跡は処置したものの直後に発熱。 二日後には、回復したが、間もなく再発した。治療のために、コンティネンタルサボイホテルに搬送されたが、家族や、友人の見守る中、4月5日の朝に息を引き取った。死因は虫刺されにより、単独を患い、出血の際に、菌血症になった結果肺炎を引き起こしたとされている。墓は、一族の座所を一望できる。 ハンプシャー州バークレア村郊外のビーコンヒルにある。カーナーボン京都、富士にあるナな。29歳の時の1895年にアルミナウオムウェルと結婚した。彼女は、戸籍上は、フレデリック・オムウェルの娘だが、実際には、ロスチャイルド家の一員であるアルフレッド・ド・ロスチャイルドの、娘ではないかと言われる。アルフレッドは、 アルミナの巨額の持参金を拒出しており、また結婚後もたびたびアルミナに金銭支援を行っており、さらに1918年にアルフレッドが死去した際にはその遺産の大半をアルミナとカーナーボン卿が相続しているためである。実際にそうだったのかどうかは未だに不明だが、いずれにしてもアルフレッドからの援助のおかげでカーナーボン卿は経済的に恵まれていた。 アルミナとの間に、息子ヘンリー・ハーバートと娘エベリンの西を設けた。ウィキメディアコモンズには、ジョージ・ハーバートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。